一般家族全員にいますので、お子様お連れの方は抱っこでお手伝いをお願いします。出口出まして右手側に消毒液をご用意してますので、ぜひご利用ください。それでは先頭の方から始めていきます。どうぞ。靴箱に投げていただいても大丈夫です。それでは皆さんがお手を挙げていただくにレッサーパンダについて紹介していきます。今上にいる子が男の子のレッサーパンダです。お名前をキューティープンと言います。で今横に移動していた子ですね、向かって右側にいる子が女の子です。お名前をダイムと言います。